じゃあコンテナをつなぐところからやってまたやってきます。ちょっと皆さんお付き合いください。前回のねあれは本当にねないわね、ないわ。あーちょちょちょ逆だよね。こっちコンテナはこっち。流されちゃうんだよな。さっきのところどうやったらよかったのか全然わかんないな。前回のね。でこっち曲がって、あ違うコンテナを取りに行くの。あれコンテナどこだっけ？いいのよねこっちね。あ違うな。あれやばいコンテナを見失った。バックできる。あるけどだよ。それを差し引いてもね、あれはね、すごい難しいっていうかね、コントローラーがちゃんと効かないんだよ。つないでっと。ここで、この後一回セーブしたいわね。え、あ、そうだ、これ。すごい古いんだよ。この先でいいんだよね。とにかくこれまっすぐだよね。あ、違うんだ。あれ待って。ちょっと地図確認。ごめんなさい。あ、いいんだよね。待って。ちょっと待って。地図確認。ん？なんかいっぱい矢印が。ん？これは自分じゃんね。自分で、こっちだもんね。こっちだね。こう行って、これを押して、そこを引っかかってます。引っかかってます。で、ここを曲がる。あれ？ちょっと待って。あれ？どんだけ方向運行なんだよ。あれ、合ってる。あれ、戻ってきちゃったじゃん。え、どういうことだよ。どういうことだよ。こっちだよ。こっちで、この先か。この先。お、あの橋を越えて、橋っていうか鉄橋じゃない、なんていうの、陸橋、鉄橋陸橋を越えて、あ、越えないか、待って、あれこっちじゃないか、あれこんな方来てない気がする。こっちじゃないな。あれおかしいぞ。あ、こっちでいいんだ。こっちね。もうやだー。で、この後あれでしょう、なんかもうすごいことになるんでしょう。あそこでもう一回セーブしたい。ここからもうすぐにやり直したい。ここから来るよ。あ、来たよ。よし、頑張ろう。マサルコ頑張ろう。できる。このヘリはマサルコならできる。ヘリは助けない、助けてくれない。このヘリのせいでなんかさ、あんな波がさ、頑張れ、とにかく行くんだ。急げ、と
行けるかな、行けてくれ、お願いだ、かからないでくれ、お願いだ、お願いだ、行けたんじゃないかい、行けたんじゃないかい、これは行けたんじゃないかい、やったー、すごいコントローラフル、わかった。皆さん、ここの攻略法は、コントローラーの、方向キーをあまりいじらないこと。これは本当にそう。あ、さっきね、ちょっとね、その修正、方向を修正したくて、すごい、右往左往したわけ。そこ。もうそこ。ほんとそこ。そこそこ。もう脇汗すごい。脇汗すごい。緊張で。あれが。もうやだよ。変電所に。着いた、よかった。変電所着いたね。これで電気ショックを与えまして、死滅というか、の処分するってことで。もう繋いだじゃん。これで電気が発生していないのか。ダメでこっちは大丈夫なの。そういうとこある。おー、あったまりポイントがありましたね。よかったよかった。あったまろうぜ。あったまって、ちょっとセーブしていい？さっきのもう一回やるとかもう本当に嫌だから、ちょっとセーブします。よし、ではお、なんだね、それはなんだね。お、ココアね。これでしょ。もうすごいわかりやすいじゃん。親切じゃん。配電盤をちょちょいのちょいと。変電所の設備の制御盤のようだ。この制御盤を操作すれば、変電所の電力が復旧するかもしれない。え、しないかもしれないもあるの？操作してみようか。もうするしかない。するっけないでしょ。おお、結構簡単にできたじゃん。あとは、装置のスイッチを入れるだけだ。急がなければ。よし、急ごう。これもう、これで、おお、あれだね。もう、いい。感じかな。ちょっともう一回温まっとく。温まった。よし。てかさやは？さやどこにいる？何ですか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 ？何？どこ？どこ？え、死？あ、死！あ、これさ。初見殺しはかっこいい。ちょっとこれかっこいい。なんか横に震えてる。寒いのか？ちょっと、これは神回避じゃないかい？だってこれ、絶対即死ポイントじゃん。初見殺しの即死ポイントじゃん。イェーイ、そんなものに引っかからないわ、私。よし。これで、あとここだな。ここのスイッチを、オン。
何、うん、あ、来たよ、ヘリ。これ絶対救助のヘリじゃないもん。ヘリといえば救助のヘリじゃないもん。え、何この宇宙服、宇宙服やってきたよ。早見、何をしようとしている、何をしようとしている。早見、誰、その前に誰だよ、お前ら。名を名乗れ。大切なコンテナを届けず、こんなところに持ってきてどうするつもりだ。この恐ろしい駅ドナを消滅させるんだ。僕の大切な駅ドナは誰の手にも渡さない。駅ドナを電気で消滅させるなんてしてますいや、こっちでしょ、だってもう自分が愛してんだもん、これ。僕の大切な駅ドナは誰の手にも渡さない。そうだそうだそうだ、助けないなら僕の手で。そうだそうだ。貴様、アポロン様の計画を無に帰すつもりかこの今この現代で、なんかこのアポロン様の計画を無に帰すつもりかって多分一生言わない気がする、この言葉。アポロン様、アポロン様、そういえばまだパズルが揃ってないんだよ。私を忘れたか。アポロンが来た。お前も宇宙服じゃん。え、これ小太りじゃない、やっぱりね。お、なんだなんだなんだ、その手は、なんだその手は。ちょっと下のものとは違って色が白じゃない。おお、なんでお前からしじゃねえんだよ、そこ。からし色の宇宙服じゃない。お前は、お前は、わあ、なんかすげえいっぱい選択肢。お前は全力星人、お前を通る根岸俊介、安全隆、川村先生、ケミ先生、秋元刑事、秋元刑事って懐かしいな、あのハゲの、志村春、あのお父さん、おそらくサトシ。これ正解ただの父なんですけどね、この顔はね。いやーでもね、もしかしたら田辺知事を装った全力、お前は全力星人。お前何か勘違いをしているんだだってちょっと宇宙人っぽいじゃん、宇宙服着てからさ、全力星人、全力星から来たのかなって思ったじゃん。もう冗談はやめにしないか。私だ、覚えているね、このタラベ。あのさ、カラシ色のさ、やつ来てくんない？私は君が要求するだけの研究費を与えたつもりだ。ありがとう、すごいいいやつできた、いい。君のやり方に反対する川村も追放した。川村先生死んじゃったんだよな。君に感謝される覚えはあっても、計画を潰されるような覚えはない。暮らしてもらったからね。確かに君と私の目的は一致していたはずじゃないか。こいつの目的は分かんないんだよな。考え直すんだ、エキドナを返したまえ。殺されてもエキドナ渡せない。分かりました、アポロン様、エキドナは僕だけのものだ。神君制服を僕にくれるなら返そう。そう、仕方がない、返そう。これ迷うな。殺されてもね、新富製薬を僕にくれるなら買いそうってすごいね。でもこれさ、これだけにしだったらさ、また研究できるじゃん、自分でまた新たに。ここ奪われてもね。よし、新富製薬を僕にくれるならエキドナを買いそう。すごいクソ人間だな、サナって。サヤはどういう気持ちでこれを、ってかいねえ、どういう気持ちで見てんだろう、聞いてんのかどうかね。そんなことでいいのなら安いものだ。君に譲ろう。もっともっとあれ、わちゃわちゃないの、あの小競り合いしないの、くれんの。でもエキドナ渡って、あ、ガッツ今の見たガッツポーズしたよ、シャーってなって。まだまだやらねばならないことがある。笑っとるよ、笑っとるよ、笑っとるよ。ちょっとしばらくこのままで笑わしてもらう。これちょっと待って、これどう
なる。お前も笑うんかい。すごいちょっとでっかい声で言っちゃった。お前も笑うんかい。どういう感じ。あ、コンテナ消滅させないままコプターに積まれて。サヤ見た。あ、いや、サヤ、サヤがコック帽かぶった。サヤが、え、早見も出た、アポロンも乗ってった。え、もう立ちすくんでるじゃん。あー、膝を膝が折れた。膝まずいてしまった。あれ、ちょっと待って、成瀬さなの回顧録読み、一応ね、読んで。私は早見雄二という人を探していました。そうだね。殺された私の恋人のサトシさんの友人です。でも早見さんは記憶を失っていました。てか音楽が暗い、怖い。早見さんはサトシさんの部屋や自分の部屋を調べるうち、徐々に記憶を取り戻しているようでした。そうだね。もうちょっと早く。そして早くエキドナという殺人ウイルスを開発していたことを知っていた。嬉しそうに興奮していました。目の当たりにして、僕の研究は素晴らしいと興奮していました。しょうがないよ、研究者だもん、変態だもん。無念の死を遂げたサトシさんの意思を継ぐため、私がエキドナを処分する、そう決意しました。でこいつと一緒に行くの危ないなって思ってほしかったね。一緒に行こうと言ってくれました。おかしいなって思ってほしかったね。2回も言っちゃったけど、はい、エキドラの処分には強い電流が必要でした。私たちはエキドラを変電所に栄光しました。エキドナに電流を流そうとしたその時、アポロン田辺知事に阻まれました。田辺知事だけじゃないけどね、厳密に言った阻んだのは。議会に新富製薬を要求すると。すげえ悪いやつ早見。早見さんと田辺知事は去っていきました。っていうか、さやがかわいそう。ああ、こうやって次ね。田辺知事が去った後、私は一人残って悔しくて悲しくて。悔しさと悲しさしかないよね。そりゃ泣くよ、泣くけど、その手前で気づいてほしかった。こいつと一緒に行ったらヤバいなって気づいてほしかった。早見はね、自分の研究に対してもゾクゾクしてたわけだから。生還で終わったけど、あーでも A じゃない、5の A じゃない、 A ずっと A できたかな、 A じゃないのか。あほ、でも宝石入手済み。あーそうか、でも本当はあのコンテナ消滅させなきゃいけないんだよね。新富製薬くれたからさ、意外に話がさ、早いかったじゃん。話がスムーズに進んじゃったじゃん。こっちの行きすぐ飲んだじゃん。だから、さ、こうなっちゃったんだけど、いやー、ちょっと B だなぁ。A の結末を見たいなぁ、エンドパターン。これ、次行ったら次行っちゃうよね。一
応セーブ。ちょっとでももう一回ちょっとやり直します。